皇順大号劉士公純大号万歴42年7月24日は、民の安政三の皇太子時代の側室で、数帝帝の母、聖は劉氏、ワイアンフ海州の庶民の劉王元と女子の間の娘として万歴21年に生まれる。万歴年間、大使主、上楽の屋敷に入り、宿女となった。万歴38年12月24日、主有権を生んだ。 万歴四十二年、大使に憎まれ、大罰を受けて休止した。大使は、父の万歴帝による自身への懲罰を恐れ、死体を密かに金山へ葬った。典型二年八月、主輸剣は、新王に封ぜられ、劉氏は、剣妃に、追御ことされた。主輸剣が即位すると、高潤教意識牧草聖天に九聖皇太后の死亡を送られて、追御ことされ。 安政帝門の御捧ぎに改装された。後年、国時のストレスに苛なまれた、数帝帝は、実母への強い階級の念を抱いた。そこで、封印、各ただしい貧の助けも得て、粒子の肖像を描かせた。また、粒子を、地上菩薩と称して、大山の蝶椿寺に祀った。すぐ後に、民が滅亡して祭子は廃絶されたが、肖像は残された。 ありがとうございます。